訓練とは企業では研修とも言う。訓練とは基本的に慣れるまで練習させることである。ただの文字、言葉という形で表現された知識を伝えることにとどまる。教授とは異なり実際に何かを行わせることで何かを実際にできるところまで習熟させることである。教育用語としては訓練は教授と対比的に用いられる。教授が主として 知識の伝達や習得を目的としたものであるのに、対し、訓練の方は、実際的、身体的な意味合いが濃く、実践的、意思的な面に焦点を当てている。特にその厳しさが強調されている場合は、鍛錬とも呼ばれる。民間企業では、従業員の様々な能力を向上させるために、時折研修が行われている。訓練の内容は、業種や職種による、 例えば小売店のチェーンなどの新入従業員などに対してはそれぞれの業種の実態に即した接客の基本などの訓練が行われる。例えば企業に入社したての新入社員などに対しては企業の従業員の振る舞いの基礎となる企業の社員らしい挨拶の仕方、お辞儀の仕方、名刺交換の仕方、電話応対の仕方、顧客や上司に対して使うべきそれぞれに異なった。 敬語の使い方、組織内の他のメンバーへの報告、連絡などの仕方。等々等々を訓練し、自然にできるレベルまで繰り返し訓練し、体得させる。主にオフィス内で仕事をする、事務職などに対しては、PC のアプリケーションなどを自在に使えることを目標として訓練を行う。営業、販売推進、経理、物流等々等々それぞれの職種ごとに必要な、 訓練が行われている。管理職などに対しては、管理職向けの訓練が行われており、経営陣から求められていることを的確に理解し、自身が任されている部下を束ね彼らの能力をうまく引き出し、組織として成果を出すための訓練を行う。また、経営者のための訓練もあり、その場合、例えば経営シミュレーションなどを使って、架空の企業の経営者の役になり、 様々な状況を架空的に作り出し、自社の諸資源なども踏まえて、状況に対して適切な経営的な決断を下す訓練が行われる。企業の研修は外部の研修を専業とする業者の研修所において行われることもあれば、講師やトレーナーなどを招き、企業内の会議室や研修用の部屋などで行われることもある。公務員の中でも消防、警察、 軍隊など、特に身体的な強靭さ、行動の素早さ、判断力、精神的な粘り強さが求められる職種では、兵素から実際にあり得る様々な状況も想定しつつ、身体的、実践的、精神的な訓練が繰り返し行われている。炊き出しの訓練。軍隊におけるシミュレーターを用いた大型車運転の訓練宇宙。 飛行士訓練米国海軍シールズのライフル訓練。フライトシミュレーションを用いた夜間の景気飛行の訓練バスケットボールのトレーニングジャーナリストのトレーニング券の訓練 ABC 工事園第6班訓練ハット AB ブリタニカ百科辞典訓練トレーニング。ありがとうございます。